私は秋田真奈美、友達の少ない中学2年生、人付き合いが苦手だ。このネイルマジ可愛くない？すごく可愛い。グレーのネイルっていいよね。どこでやったの？これお母さんにやってもらったの。嘘。ねえ、私もお願いしていい？いいよいいよ。私もやばい、話めっちゃ盛り上がってんじゃん。トイレから出づらい。とはいえトイレに入ってからもう20分は経ったぞ。全然出ていかないじゃん。音を立てられないし窮屈すぎる。もう行くしかない。にん、それでさ、いつから秋田さんいた？20分くらい話してたから20分以上前からじゃない？びっくりしたね。はあ、緊張した。話が盛り上がってるところ申し訳なかったな。あれは同じクラスのケンジ君。やばい、気づかれたら何か話さなきゃいけない。こういう時は歩きスマホに夢中で気づかないふり作戦だ。あ、飽きたじゃん。これはケンジ殿。いや、スマホに夢中で全然気づきませんでした。いや、10メートル先で目が合ってただろう。バレてた。いや、小生視力が弱くて気づかなかったでござる。そうなのか。やばい、何か話さないと。それにしても今日は気持ちいい天気ですね。そうか、今日曇ってね。確かに。はい、望月凛です。今回は予備校業界で最難関と言われる寸大予備校の講師に、当時最年少の25歳で合格し、現在は大学受験専門塾など2つの会社の経営者をしている犬塚雅史さんの書かれた、頭のいい人の対人関係、誰とでも対等な関係を築く交渉術を解説していきます。この本は一言で言うと、人間関係の悩みを軽減して人生をより豊かにしていく方法を教えてくれる本だ。今日の授業を受ければ、そんな人間関係の悩みを軽減して人生をより豊かにしていく交渉術を知ることができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、相手と会う前に自分の譲れないものが何かを明確にしておく、だな。自分の譲れないものが何かを明確にしておく？ああ、なぜ自分の譲れないものが何かを明確にしておくのかというと、それは相手と話している途中で自分の軸がブレてしまうからだ。自分の軸か。確かに全く買うつもりがないのに服屋さんにフラッと入って、可愛い女性の店員さんがめちゃくちゃ褒めてくれるので10分後に10万円のシャツを2着買っていたことがありますよ。ふむ、まさにそれだ。実際に人というのは、相手と話しているうちに自分が譲れないものを忘れてしまって、後でついうっかり後悔するような行動をとってしまうことが多い。例えば就職の面接があった時に、自分が重視するのはプライベートな時間の確保なのか、それとも給料の金額なのか、仕事の内容なのか、そういった自分の価値観に照らし合わせて譲れない部分をはっきりとさせておかなければ、ついつい相手の口車に乗せられて絶対に譲れない条件を譲ってしまうことがあるのだ。なるほど。女の子と遊ぶ前に、今夜絶対にホテルに誘うとか、 LINE をゲットするって決めておかないと、ついうっかり忘れてしまうことがありますもんね。まあそういうことだ。いいか、大人が会うときは必ず何かしらの交渉が行われているものなんだ。用がないのに大人が会うことってまあないからな。そうですね。だから誰かと会う前に、まずは自分が譲れないものが何かを明確に決めておかないといけないのだ。それは分かったんですけど、僕は大事なことを決めておいてもその場の空気が悪くなるのが怖かったり、はっきりと言う勇気が出なかったりして、ついつい相手に流されてしまうことがあるんですよね。ふむ、それは自分が譲れないものがどれだけ重要なのかを明確にしていないからだ。どれだけ重要か？ああ、自分が重要視するものが仮にプライベートな時間なのであれば、なぜプライベートの時間が絶対に重要で譲れないのかも明確にしておくといいだろうな。それは子供の成長を見るのが一番大事だと思っているからかもしれないし、仕事よりも家族の時間が大切だという価値観かもしれない。もしくはバンドの練習をやりたいからというのもあるだろう。あ、はい。そこがはっきりと固まっていれば、
誰かと会う時に相手に流されて分の悪い状況に追い込まれてしまうこともなくなるのだ。なるほど。もし話しているうちに忘れてしまうのならメモにでも書いておくといいだろう。これはまあ誰かと会う前の心得みたいなものだな。ここでは相手と会う前に自分の譲れないものが何かを明確にしておくということを覚えておいてくれ。わかりました。次は会う前に SNS などで相手の情報を集めておくだな。会う前に相手の情報を集めておくか。ああ、なぜ会う前に SNS などで相手の情報を集めておくのかというと、それは相手の情報をどれだけ把握しているかで交渉の結果が大きく変わってくるからだ。へえ、考えたことなかったな。相手を知らなければ交渉中に最適な提案や選択などできないぞ。例えば取引先との商談で相手が重視していることが価格よりも納期だと事前に知っていれば、うちは他のところより少し料金が高いですが納期に遅れたことはありませんし、必ず他の納期の 2,3 日早く提出しますと提案できるだろう。そうですね。すると相手も一番不安な納期の部分を解消してくれる相手と組みたくなる。また女の子とデートするときも相手が何が好きなのかを事前に把握しておくことは必須だ。何が好きなのか。ああ、遊園地が好きなのか、それともサウナが好きなのか、韓国ドラマが好きなのか、中には寺が好きな女の子だっているだろう。そして食事は寿司、焼肉、パスタのどれが好きなのか、苦手な食べ物は何か、そういったことを把握しておかなければ最適なデートなどできないだろう。確かにそうですね。僕は昔初めて好きな女の子とデートをした時に何をすればいいのかがわからなかったので、まあどうせ女なんて雑貨屋さんが好きなんだろうって勝手に決めつけて雑貨屋さんに行ったんですけど、全然盛り上がらなかったことがあります。しかもその後パスタ屋さんに行ったんですけど、その子小麦アレルギーで食事が進まないから会話も止まっちゃって。ふむ、それはお前が事前に相手の情報を集めていなかったのが悪い。そうですね。このように人それぞれ好みや苦手なものが違うわけだから、できるだけ相手の情報を集めて相手に寄り添った提案をしていくことが重要なのだ。なるほど。でも相手の情報ってどうやって事前に知っておけばいいんですかね。うむ、それは SNS や相手のブログ、周りの友達に聞いたり、または所属企業のホームページなどから調べるといいだろうな。なんかストーカーみたいじゃないですか。相手を嫌がらせるために調べるのならストーカーだが、相手を喜ばせるために調べているんだから問題ないぞ。それにお前だって女の子が自分のためにいろいろ調べてやってくれたら嬉しいだろう。まあそうか。ちなみに誰かにインタビューをするときというのは事前に相手の情報を調べておくのがセオリーだ。へえ。さっきも言ったが、大人が会うときは必ず何かしらの交渉が行われているものなんだ。だからその交渉を有利に進めるためにも事前に相手の情報を集めておくことが大事になる。これも誰かと会う前の心得みたいなものだな。ここでは事前に SNS などで相手の情報を集めておくということを覚えておいてくれ。了解です。次は人は自分に与えてくれる人を選ぶだな。人は自分に与えてくれる人を選ぶか。ああ、なぜ人は自分に与えてくれる人を選ぶのかというと、それは他人から何かをもらったら返したくなるからだ。あ、それ偏方性の原理ってやつですね。そうだ。この原理に従うと人は与えてくれる人を選ぶということになる。逆に言うと人は自分に与えてくれない人は選ばないんだな。実際にバレンタインデーにチョコをもらったらホワイトデーにチョコを返そうって気になるだろう。なりますね。好きじゃなくても意識しちゃいますし、まあ僕は20年以上チョコゼロ個なのでその心配はありませんけどね。いや、自慢げに言うことじゃないぞ。あ、はい。また電気屋さんに行って店員さんが1時間くらいかけて熱心に商品の説明やアドバイスをしてくれたら、 Amazon で買うより少し値段が高くてもこのお店で買おうって気になるはずだ。なります、なります。なんというか、ここまで長い時間相談に乗ってもらったんだし、買わずにお店を出るわけにはいかなくなりますね。うむ、このように物だけでなく相談や手伝い、情報をあげたり、シンプルに相手の話を聞くということも含めて相手に与えてあげると帰ってきやすいのだ。そのため多くのサービスでは試食や無料期間、フリープレイといったお試し期間が存在するんだな。なるほどな。これと同じように全ての人間関係では
自分が 100% 得しようとするのではなく、 50% いや 60% くらいの美味しい部分を相手にあえて譲るように意識することが重要になる。譲るか。ああ、例えば仕事の交渉であれば、あえて美味しい条件を譲って相手がどう転んでも損しないような提案をすればうまくいきやすくなる。デートであれば美味しいお店を探して予約しておいたり、車を出したり相手の好きな場所に行ったり、食事をおごったり相手の話を聞いたりするといいだろうな。なるほど。そうやってギブをし続けると、相手は何かでお返しせざるを得なくなるのだ。何でお返しするのかは察してくれ。あ、はい。このように常に人と関わるときは、ウィンウィンの関係になるように条件を整えることが大事なんだな。逆に自分だけが得しようとする人のもとには誰も集まってこない。もしお前の仕事の人間関係がうまくいっていないのであれば、それはお前が周りに与えていないからだし、恋愛がうまくいかないのであれば、それはお前が女性に与えていないからだ。なるほど。でもそれが分かっていても人間なので、ついつい自分が得したいって思っちゃうんですけど。まあ人間はそうやって学んでいくのかもしれないな。だが大事なのは目先の利益ではなく、中長期的に関わっている人全員が得できる道を優先することだ。中長期的に得できる道か。ああ、与えられたいのならまずは自分から与える。そうすれば回り回って自分に返ってくるということを忘れてはいけないぞ。シンプルだけどこれは身につまされるな。これは絶対不変の法則だから覚えておくといいだろう。ここでは人は自分に与えてくれる人を選ぶということを覚えておいてくれ。はい、望月凛です。今回は僧侶でありながら多摩美術大学の教授を務める増野俊明先生の書かれた、仕事も人間関係もうまくいく放っておく力を解説していきます。放っておくか。ああ、放っておくことと聞くとあまりいいイメージがない人もいるだろう。確かに中途半端な状態で放置するみたいな感じですかね。ああ、だがこの世の中には放っておいた方がいいことがたくさんある。例えば肌荒れを気にして無駄に触ったりいじったりする人ほど肌が荒れてしまうだろう。コンプレックスも気にすればするほど気持ちが暗くなってしまう。好きな女性が気になって頻繁に LINE を送れば送るほど相手から鬱陶しく思われてしまう。確かに俺も何回 LINE ブロックされたか。何やってんだよ。こんな風に世の中には放っておいた方がうまくいくことがたくさんあるのだ。今日の授業を受ければそんな仕事も人間関係もうまくいく放っておく力を身につけることができるだろう。それでは今日の授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、人との出会いはご縁に任せるだな。ご縁？ああ、ご縁とは運命的な結びつきや関係を指す。そんなご縁に従っていればうまくいくようにできているのだ。ほう。例えば野球部のピッチャーが部活を辞めるとしよう。はい。お前が野球部だったらどうする？そりゃ全力で止めますね。だってピッチャーでしょ。スマップで言うとキムタクじゃないですか。そりゃ止めますよ。とりあえず飯に誘ってなんで辞めるのか聞きますね。うむ、それが無駄なおせっかいなんだ。マジか。なぜならすでに熟慮の末に出した結論であり、今更お前に話すことは何もないからだ。正直相手からしたら鬱陶しいだけだぞ。おお。縁があればまたこの先のどこかで出会うし、放っておいても戻ってくる。なるほど。逆に無理やり部活や会社を辞めないように抑え込んだとしよう。はい。その後どうなる？何らかの理由で辞めるという一大決心をしたのに、それを阻止されたら間違いなく周りは自分の意見を聞いてくれないのだと感じるだろう。グレたり不登校になってしまうかもな。何事も縁に背くとうまくいかないのだ。確かにそうか。ちなみに会社を辞めるのも部活を辞めるのも友達と疎遠になるのも全部同じ。縁がなくなったんだ。ただそれだけだ。だからただ受け止めてそっとしておくことだな。次は SNS の不毛な論争を放っておくだな。不毛な論争？ああ、 SNS で大量の情報を浴びるようになった今、いちいちどこかの誰かがどう言ったかどうかで顔を真っ赤にして怒ったり、
傷ついたりしている人が増えただろう。確かにそうですね。いつも誰かが何かに怒ってる気がしますし、誹謗中傷が原因で自殺してしまう人も出てきています。うん、そもそもなんだが、みんな何かしらの事情があるわけだ。にもかかわらず白黒つけて袋叩きにする。そして叩き終わったら次の叩けるものを探しに行く。そんな不毛な論争からはある程度距離を置いてむやみに関わらないことが重要だ。確かにイライラするだけですもんね。ああ、それなら SNS やニュースなんて放っておいた方が随分健康的な生活になるはずだ。 SNS はあくまでも情報収集やコミュニケーションのための道具だと割り切って上手に使いこなす必要があるだろう。今日の授業は終わり。また来てね。